こんにちは、ウッディーベルです。今日はですね、卵とキクラゲのオイスターソース炒めを作ろうと思います。はい、材料はこちらですね。 MS の卵2個、キクラゲ、これをまあこのパックに入ってたんですけど、まあパック1パック分ですね。あとウェイパーとオイスターソースと、酒と塩ですね。これだけで、作りたいと思います。着火しました。オリーブオイルですね、入れます。ちょっと多めですね今回も。卵入れます。ちょっと腕で映んないですね、申し訳ないです。はい、卵を焼いていきますが、これもあの完全にカチカチに焼かないようにですね、いり卵を作るという感じですね。はい、今あの弱火でやってます。はい、もうこんな感じで大丈夫ですね。はい、火止めます。はい、再び着火します。オリーブオイル入れます。ちょっと足りないかもしれないですけど、卵の方にかなり入ってますんで、オイルはこれぐらいで今回やろうと思います。はい、生のキクラゲですね。はい、生のキクラゲをですね中火で、炒めていきたいと思います。はい、キクラゲがですねこうやって泣き始めるんですね、火が入ると。でこのままずっと炒めてるとパチパチ言い出すんですけど、もう完全にですね火が入りましたので、ここで一旦ですね火を止めます。止めてですね、軽くですね余熱で炒めて、まだ音がしてますね。でお酒、まず火止まってます。お酒入れます。お塩ですね、これはあのウェイパーにかなり塩分入ってますんで、ほんのちょっとで大丈夫です。はい、続いてウェイパー入れますが、このあとですねオイスターソース入れるんで、あんまりたくさん入れちゃうとしょっぱくなっちゃうんで、これぐらいですね、小さじ1杯分ぐらい入れます。それでオイスターソースですね。はい、でこれでですね火の状態で、あの火の入ってない状態でかき混ぜます。混ぜてですね、キクラゲの方に十分に味が入るようにですね、染みるように混ぜます。はい、再びですね火をつけます。はい、点火してですね、先ほど炒めた卵ですね、それを入れて、もうあとは和えるだけですね。卵には味は何も入ってませんから、これでですねやっと卵の方にも味が入るということですね。中火で炒めてます。もう両方に火が入ってますんで、軽くですねもう合わせるだけですね。はい、火を止めてですね出来上がりです。はい、で器の方にですね移し替えたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。はい、
まだ下がですね、キングが厚いんでジュジュ言ってますけど、早速いただきたいと思います。なんとも言えないこの生のキクラゲ、本当に美味しいです。よろしければですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録お願いにゃー。